皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2021年5月28日金曜日、仮想通貨作品長野研究会。えっ、ー、と、今日はね、えー、東京はね、 結構晴れてたんですけどまあ気温も高かったと思うんですけどねえー、私はね昨日の大雨の中ですねびっちょびちょのずぶ濡れになってですね松戸税務署行ってですね納税してきたので確定申告法人のね確定申告と納税をしてきたのでねもう風邪いれちゃいましたもう朝から寒くて寒くてねストーブ ててきます寒くて寒くてねもう行っても立ってもいられなくて昨日の夜から寒くなっちゃってね <laughs> もう豚汁作ったりね温かいもの食べてなんとかしのいでるんですねでまあ,あの母親も <laughs> 納税に連れて行ったもんですから母親もちょっとね鼻数引いちゃってね2人でちょっとダウン気味ですただ今日はね、えー、仕事があったんですよね えーっと納税のあとにね、仕事があってですね、本当は会社の決算、そして、まあ、法人税の納税と消費税の納税、で、まあ、ものすごい金額の、ね、税金を納税するので、5月の末っていうのは、本当にもうひっくり返りそう、気分がひっくり返りそうに、気分だけじゃないね、もうね、すべてがひっくり返りそうにな,りなるほど、脱力感でいっぱいになるんですね、5月末っていうのは。 で、その中で、まあ、あの、大風邪を引いてしまいましてね。あの、寒くてね、これからなんか、熱が出るんじゃないかなって気がしますね。で、今日はね、あの、例の、コインエクスチェンジ10日間だけの、え夏の、ふと夏の思い出ですね。はい。あの、20日から、5月20日からですね。 5月30日までだった10日間だけですね。まあ、ホタルも10日間ぐらい生きてるのかな。セミとかトンボも10日間ぐらいですかね。あのー、草コイン取引所で一番有名だったコインエクスチェンジがですね、まあ、出勤、<laughs> 処理が可能にな,なってます、今ね。あと2日間だけです。 で、イギリスのですね、グリニッチ天文台、イギリスだっけグリニッチ天文台の、えー、30日の終わりまでですから <coughs>、23時59までですから、多分ですね、日本時間だったら5月31日の正午だと思います。ね、正午、お昼の1二時までだと思います。で、3年前、クサクインコンサルを受けた方、 億万長者の可能性ありますよということでですね、あの、今日東京の方でですね、コンサルティングをやってきました。これね、あの、ずっと前からあのコンサル依頼が入ってたので、えー、本日草コインコンサルティング行ってきました。その結果、なんとですね、あの、はい、いくらになっていたかということでですね、440万ありました。<laughs> パ,チパ,チパ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 チ。 素晴らしかったですね。440名ありました。ですからね、あの、皆様もね、諦め半分で絶対見た方がいいですよ。まあ、僕もね、あの、今日、あの東京の方コンサルティング行きましたけれども、3年前、覚えてますよ、僕もね。で、まあ、覚えてますっていうか、何を買ったのかは覚えてないですよ、それはね。あの、まあ、お客さんの紙に書いてありましたから。 僕は覚えてないですよ、なんて何千人ってコンサルやってますからね、覚えてないし、で、同時コインをいくら残したのかも全く覚えてないし、ね、草コインもいくら買ったのか、何を買ったのか、全く覚えてなかったんですよ。で、まあ、あのー、同、ま、時、あ、コイン残ってないかなっていうふうに思ってましたね。はい、だから まあ、今日コンサル行くけどまあ草コインはねあのーまあ、他のね人のコンサルティングもやってますがまあ全滅ですねあのー、草コイン投資商草コイン中野先生の草コイン,草コイン投資法なんですけどもメインの草コインはですね全く上がってなかったですねしかしそれに伴って、えー、事前に両替を用意しておいた同時コインですね 同時コインも草コインなんですけど、同時コインがまあ200倍とか300倍に爆上げしてますからね。<laughs> で同時コインさえ残ってればですね、まあ、こういう440万とかになるわけですね。で、<laughs> まあこれはいつもの、えー、スライドですけれども、まあ、ビットコインが36万から700万ぐらい。 イーサリアムも9000円から42万と。まあ一番いい時ですね。リップルが18円から200円と。カルダネード8円から180円ぐらいになってますね。で、同時コインはまあ3年前0.2円でしたね。それがまあ80円で400倍ですね。今は200倍ぐらいですね。四十円になってね。まあ今日はね。 えー、お昼ぐらいでコンサルやったんですけども、三、まあ、時ぐらいか、夕方3時ぐらいコンサルやって、37円でしたね。今35円ぐらいになっちゃってますけど、また上がるでしょう、これね。で、ストロング、ストロングハンズはですね、やっぱり出飲みが行われてですね、あの枚数は400分の1になってましたね。はい。だから、<coughs> 単純計算で、価格は10分の1に落ちてました。 はい、枚数が400分の1に減って価格は上がったんですよねでも10分の1ですねそれでここですねあのここの URL をね開くとですね、えー、ID とパスワード入れてくださいということで ID とパスワード紙にね今日のお客さんも書いて置いてくれてたんですよねはいそれ助かりましたね助かりました で、メールアドレスも書いてなかったですね。アウトロックでしたけどね。ID とパスワード。<laughs> 紙にね、書いてくれてよかったです、まあ。紙に残してなかったらアウトで終わりですよ、もうね。で、これが、まあ、エビデンスっていうことで、僕は写真で撮ってきたんですけど、まあ、重要なところはあの、もちろんね、隠して指導してあります。で、エリートとかあったね。133になって、エリート。 草コインね、あとビッグアップ、うん、その他、ダイムコイン、あとはフェドラコイン、ムーンコイン、ピープコイン、あとストロングハンズ、スプラウト、ゼイトコインとかあってるね、うん。で、あの、ここら辺の草コインはね、ことごとくもう1000円買って1200円とかね。少しだけ上がってるんですよ1.2倍とかね。まあ、ただ、 わざわざねあの、新規で新しい草コイン取引所を開設してね、そこに移動するっていう気力もわからなかったですね、1200円とかね。まあ一番いいのは6000円ぐらいになってるのもありましたけど、1000円が6倍ね。まあそれももうめんどくさくなっちゃって、まあ捨てようかって話になりました。それでこれ見ていただいて、まずもう同時コインしか頭なかったんですよね。同時コインあるからあるかなって思ったら、あった。 同時コインありました。残ってました。<laughs> 同時コインが残ってましてね。なんと、64,063枚。<laughs> 64,063枚。残ってました。<laughs> でね、今日の、えー、 さ3時時点でですね <coughs> ええー、きの3時時点で37円だったんですよね同時コインねで37円かける6万4063円は237万331円ですね 237万残ってたやつすごいなぁと思って。はい。<coughs> すごい、二百三1、10、100、1000、10万、百0万ですよね。いや、同時コイン。多分ね、これ2万円か3万円分ぐらいだけですよ。残してたのね。それが、まあ、こんだけになったわけですね。まあ、100倍ぐらいか、100倍以上ですね。うん、100倍ぐらいか。あとですね、 よく見て欲しいんですけど、まあ、同時コインしか頭になかったから、あー、あとないなーって、エリートとかね、あこれもう1000円とか、1200円ぐらいしかなってなかったんですよ。ビッグアップとかもね。ね全然ダメで。で、これ、次見たら、え、ビットコインなんだっけって BTC って書いてあるんですよね。BTC がなんと0.5 <laughs>。今や<ね>、<laughs> 今日ね、 えー、3時の時点で420万円ぐらいだったんですよ。420万、ビットコインね。信じられないね、3年前ね。3年前はだったらもう、70万とか60万ぐらいになっちゃってましたからね。かけるですね、0.5なんで、これ210万ありますよね。ね。210万。お客さん大喜びですね。 まあ最初、同時コインでも大喜びでしたけどね。230万あったからね。230万同時でね。同時。230万あって、これでもう大喜びしてましたね。230万。おーっつって、先生お礼すっからーとか言ってましたけど。で、ビットコイン、BTC がね。BTC、BTC。0.5ですよ。 まあその頃はね、もう30万か40万ぐらいの価格で大したことなかったですけど、今や210万ですもんね、0.5円でね。で、これですね、で、両方で足して440万です。で、一番いい時はね、ビットコイン700万ありましたから、これ、まあ、350万円になる可能性は全然十分にある。ほっときはね、同時コインも、まあ、倍に七十円な、一 <laughs> に70円でしたから、 460万になる可能性があるから、まあ合わせてまあ800万ですね。なる可能性は全然ありますね。もうこの夏ぐらいまでに、ね、なるでしょうね。はい。まあだから今の現時点で今日はあの、あの、ね、わずかなお金でコンサルティングやってきましたけど、440万円発見しました。でね、僕もね、 もう何にも入ってないんじゃないかなと思って草コインでねあ2000あ2000全部で2000円でしたねとかあのこういう枚数も適当にね入ってんじゃないかなと思ったんですけどもう 1, 1文字たがわずちゃんと数字が入ってましたねお客さんのノートにこう書き写してもらってたんですけどでストロングハンズがまあデノミで400分の1ぐらいになってたのとあとあとどっかがちょっと数字が 出みが行われてましたねあとはもう1万円高わず同じ数値があの表示されてました、はい。あとこのね、種類も全部、あのあ確かにこれ全部買いましたね表示されてたので、えー、ここの,あのコインエクスチェンジの出金に対しては信頼性すごい高いので、<laughs> ビットコインのね、ビットコイン0.5の出金アドレスですね。これはバイナンス。 同時コインの出金枚数と出金アドですね、これもあのバイナンスなんですけど、これはもうセットしてきましたんで、まあ、これあの5月30日以降ですね、えー、出勤手続きをしますってことだったんで、まあ遅くても5月、あ6月、6月15日ぐらいには、えー、出勤完了すると思うんですよね、バイナンスにね。<coughs> そしたらバイナンスに まああの,今日の3時時点の価格で440万、今だったらまあ400万切ってるかもしれないですけどね、まあ、これからもっと上がっていきますから、500万、600万になると思いますが、あの、本当にね、僕、今日ねはね、あの東京の方車で行ったんですけど、まあ、途中で入ってねえだろうな、入ってないかもしれないなと思ってたんですね、ああ、全部で4000円しかなかったですわとか。 あの、まあ、同時コインあると思ったんですけど、なかったですね、と。で、ね、まあ、まさかビットコインが入ってると思わなかったから、草コイン買うのに、ビットコインを全部同時コインに変えちゃってましたから、まあ、だこれね、ビットコインを同時コインに変えちゃってた方が、もうこれ何千万になってるはず、<laughs> 何千万にはなってたんですけど、まあ、ビットコインもね、もう、まあ、うん、いいんだから、まあ、ね、何倍かになってますから、 まあ全部ね、同時コイン変えてたら、何千、2千万、三千万にはなってるはずだったんだけど、まあ、ビットコインが残っててもそれでも良かったですね。0.5残ってたんでね。これを間違ってさ、全部ストロングハンズとかね、草コインに全部変えてたら、やっぱり全部ダメだったので、まあ、中野先生のね、草コイン投資っていうのは <laughs>、まあ、ちゃんちゃんって感じですね。結果オーライですけど、 結果オーライですけど、全部真面目にやるとダメですよってことだったんですけどね。はい、結果オーライですね。まあ、これも全部、全部含めると多分、まあ、ビットコイン。まあ、全部で50万円ぐらいですかね。いや、そんなないでしょうね。そんなないんでしょうね、きっとね。うんよくわかん。よくわかんないですけどね。 まあ、その当時で、これ,これが大きいですよね、0.5ってね。うんまあ、50万円ぐらい入れたのかもしれないですね。そして、同時コインに変えて、そして、こちゃこちゃ少し買っていったんだけど、途中でね、えー、僕も疲れたし、お客さんも疲れて、えー、お互い音信普通になったと。で、最近、あの過疎通が上がってきてから、ちょっと見てくれないかと。いうことで、ああ、あの、コイン1潰れましたよとか言って。 あじゃああれもう全部なし、なしですねって言ってたんですよね。で、まあ他のコインをあの買ったり売ったりしてたんですけど、まあここに来てね、婚約チェンジが復活した、復活したみたいなんで、一度見ますかって聞いて、まあお互いにね、まあどっちでもいいよねみたいな話だったんですよね。<laughs> まあ、あの、つぼあまなきゃもう見ないでね、まあ、どうせ草ンだから、 数千しかなってないですよね。いくら言ったか覚えてないですよね。お互いに。で、ほったらかしたんですけど、まあ、あの、今日金曜日ね。<laughs> まあ、あの、ちょうど僕も法人決算が終わったんで、偶然終わったんですよね。本当は、あの、延長申請をしようと思ったんですけど、6月終わんないかなと思って。偶然終わって、ただ、大風邪引いちゃって、まあ、今日大風邪引いちゃったんで、延期しようかなと思ったんだけど、 まあ、あの多分楽しみだったんですよ、これ。あの、なんか、本当にはどうなってんのかね。言ってよかったです。440万あったんで。あの、まあ僕、僕には、あの、お礼するからね、つって、お礼はいただいてないですけどね。いただいてないですけど。<laughs> お客さんはよ大喜びしてましたよ、440万は。あの、突然ね、降って湧いてきたお金ですからね。あの、まあ、こうやって、 なんかこういうコンサルティングって嬉しいなと思いますよね。まあ、パソコンの設定のコンサルティングですけどね、僕はね。まあ、投資なんか、あのこの先のことなんか誰もわかりませんからね。だから投資の助言なんていうのは全くできないし、全くわかんないですよね、先のことなんてね。ただ皆様もね、3年前に。 ああ、中野さんの YouTube 見て、コインエクスチェンジ開いて草コイン買ったなっていうふうに、記憶がある人はあの、ぜひね、コインエクスチェンジにログインしてですね、えー、メール認証とあの、写真認証ですね、顔認証をクリアしてですね、まあそう、こんなの数分でクリアできますから、2、3分ですね、それで、 自分のお金がね、資産が今いくらになってるか、こうやってピッて見れば出てきますから、速攻でね、出てきますから、えー、一度ね、開いてみてください。思わぬ大金になってるかもしれませんよ。それでは、今日は終わらせていただきます。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。